が子供の頃、近所に A という幼なじみがいた。学年も同じで、毎朝一緒に学校に行っていた。A はなぜか未来のことをよく知っていて、その頃夢中だった漫画とかアニメとかについて、来週どうなるかを教えてくれた。なんで知ってるのか気になって、 一体どこから聞いてきたんだと聞いたら、A は、夢で見た。と言っていた。おそらく、予知夢みたいなもんだったんだろうけど、その頃の俺はアホだったから、いいな俺も夢で見たいなとしか思ってなかった。それでお互い、五年生になったとき、 A は死んだ。トラックに引き逃げされて即死だったらしい。A の葬式は身内だけで行われ、遺体を前に最後の挨拶もできなかった。俺はしばらく A がいなくなったことを自覚できなかったけど、A の妹が寂しそうにしてるのを見て、少しずつ、 A の死を認識していった。それで、最近の話。ゴールデンウィークの時、田舎に帰省した。A の家の前を歩いていたら、A のお母さんに会った。お久しぶりです。あら、〇〇くん。 すっかり大人になったね。なんて、軽く立ち話をして、A に線香でもと、A 宅にお邪魔した。A に線香をあげてから、またお母さんと世間話。するとふと、パタパタと歩く音が聞こえてきた。まる兄ちゃん。 A の妹だった。A が亡くなってから、俺は A の妹が寂しそうにしてるのが見ていらんなくなって、毎朝 A の妹といろんな話をしながら学校に行った。そのうち自然と俺のことをお兄ちゃんと呼ぶようになっていた。それでそのまま、 A の妹と二人で世間話。彼氏はできたかとか、大学はどうだとか、まあいろいろ。そのうち A の話題になってふと聞いてみた。ひき逃げ犯は捕まったああ、うん、大丈夫。 何か触れちゃいけないことに触れてしまったらしい。それ以上は聞かなかった。家に帰って夕食の時、お袋に聞いてみた。A ってトラックにひき逃げされたんだよな。ああ、A 君そう言ってたんだっけ そう言ってたって、どういう意味確か、詳しく知らないけど、変死とかなんとか。変死脳卒中とかうーん、知らないけど、子供たちにショックを与えないためとか、車に気をつけるように、トラックに引かれたって話になったんじゃなかったかな。ん、じゃあ、ひき逃げじゃないのか うん。そうだけど、詳しいことは知らない。謎が深まってしまった。その夜、A のことが気になって、卒業アルバムとか、文集とかを引っ張り出して、片っ端から読んでみた。A の文章は、至って普通だったが、同じクラスの人を書いてみよう。 ってやつで A のことを書いている文章があった A 君は未来を知っててすごい家事とかも知っててすごいみたいなアホな文章だったがそれで思い出した俺は A との通学途中毎朝のように未来の話を聞いた 俺の動機は至って自己満で、好きな漫画やアニメの来週の話が知りたくて知りたくてどうしようもなくて、アホみたいに毎日教えて教えてと言っていたんだが、たまに A が全く関係ない話をすることがあった。ある朝、A が家から出てくると腕に包帯をしていた。 例によって俺は、アホな語り口で話しかけた。どうしたんそれ。昨日の夜、火事があって、火傷した。え火事どこ痛くない学校行く途中の道に、茶色の犬がいるじゃん。あそこんち。マジで、見に行こう。 うん。そう言って、二人でその家にかけて行ったんだけど、家は火事にはなっていなかった。茶色い雑種の中型犬が、いつもと変わらず、俺たちに向かって吠えるだけ。なんだよ、嘘かよ。いや、嘘じゃないもん。本当に見たし。 その何日か後、その家は全焼した。ちなみにその火事で、人とかは死んでいなかったと思う。怪我がなくて何よりみたいな話を聞いたし、後から新しい家が建って、あの犬も戻ってきたと思う。それでまあ、その件で、俺と A は、A が夢で未来を見てる。 という結論に達した。その頃、1999年7月に、ノストラダムスの大王が、みたいな、世界の終わりがやってくるぞ、的な話が流行っていて、俺は A に、1999年7月、地球がどうなってるか見てきて、と言った。 そして、何日かして、A は俺に言った。何にもなってなかった。なんだよ、つまんねえ。でも、すごいゲーム機とかを見た。え、マジで、教えてよ。ってことで、やはり、予知も自己満にしか使えなかった、アホな俺たちだった。 A はその後、どんどん未来のことを、というか、未来のゲーム機について教えてくれるようになった。今でいう Wii とか Nintendo DS みたいな話も聞いた。最後の方は、でかいテレビで恐竜とか飛行機がテレビから飛び出してきた。みたいなことを言っていたから、 3D のゲームなのかな今よりもっと未来を見ていたのかもしれない。それからほどなくして A は亡くなった。文集を持ったまま色々思い出してるうち、やはり死因がどうしても気になって A の妹に電話した。 明日、暇か昼間なら大丈夫だけど。じゃあ、兄貴だから、飯でもおごってやろう。と言って、半ば強引に、A の妹と約束を取り付けた。翌日、A の妹と、郊外のアウトレットに行き飯を食って、午後3時前にはそこを出た。 帰りの車の中で A の妹と A の思い出話をする。どう切り出すか迷ったが A の妹が A の予知夢の話をしたので、ここぞと思いこう切り出した。予知夢が見られたならトラックの件も先に気づけばよかったんだけどな。うん。 あのね。んこれ、本当は言っちゃいけないっていうか、言うなって言われてるし、あまり話したくないんだけど。うん。お兄ちゃん、トラックじゃないの。どういうことあの日のことだけど。 お兄ちゃんと私は一緒の部屋に寝ていた。だけど朝起きたらお兄ちゃんはまだ寝ていて、私は一人で居間に行ったの。ちょっとしたら突然子供部屋からお兄ちゃんの叫び声が聞こえて、ほんと、ギャーみたいな。お母さんが慌てて子供部屋に行ったらお母さんも悲鳴あげちゃって、 びっくりして、私も部屋に行ったんだけど、そしたら、お兄ちゃんが、焼けて、死んでた。焼けて黒焦げっていうか、真っ黒っていうか。ここで、A の妹の手が震えてきた。 俺も少し震えてた。私が子供部屋を出てほんのちょっとの間にそうなって。俺は正直言葉をなくしてしまってただ頷くことしかできなかった。ごめんなさい、変な話で。ああ、いや、いいよ。 俺も A の最後のことを知りたかったから。俺はその時頭の中でぐるぐる色々と考えていて、もしかして人体発火現象ってやつか、と思いさらに一つだけ聞いた。ごめん、一つだけ聞きたいんだけど、人体発火現象って知ってる うん。前に調べたことあるけど、あれじゃない。まるで、炭のようになっていたって、後から聞いた。ほんのちょっとの間で、炭に、そんなことあるんだろうか。どういうことだろう。俺と A の妹は、 そのまま言葉を交わすこともなく、車を走らせ。またね。の挨拶で別れた。それで悶々として、今に至る。ここからは、俺の予想でしかないんだけど、A は、予知無で見た火事で、火傷を負っていたから、もしかしたら、 予知むですごい火力に遭遇したとか。でも人体が瞬間的に炭になるようなことってあるんだろうか。俺にはわからん。A は最後に何を見たんだろう。 ちょっと今から25年前の小学3年生だった頃の話を聞いてくれ椎村っていうところに住んでいたんだけどティーちゃんっていう同い年の女の子が引っ越してきたんだすごく明るくて元気いっぱいな女の子だった そんでこの t ちゃんは霊感が強いとかのレベルではないくらい霊力とも言うべきものを持っていたんだ正直ここまで書いただけで近隣に住んでいた人なら知ってるっていうくらい地元では有名な子だった俺同じクラスだったんだけど小学3年生だと そんな話、嘘って思うわけで、俺も、もちろん信じていなかった。すると、t ちゃんが、じゃあ、見せてあげるよ。ってことになって、好奇心旺盛な男子が t ちゃんの後をついていった。その時俺は、怖くてついていかなかった。 次の日、俺のクラスは大騒ぎ。T ちゃんは一旦家に帰ってポラロイドカメラを持ってきて三枚の写真を撮ったそうだ。そのすべてに思いっきり鮮明に霊が映っていた。今でも鮮明に覚えてる。一枚目。 木の横でうなだれている中年の男性。二枚目。顔がぐにゃぐにゃに見えるかっ姿の人。そして三枚目。叫んでるような顔が画面いっぱいに映ってる写真。さすがにこれを見せられては信じるしかない。 この一件で男子からは大人気、女子からは怖がられる存在になってしまったんだ。もちろん男子の中にも怖がって近寄らない奴も相当数いたけど。でも t ちゃんはそんなことを全く気にする様子もなく、本当に元気でよく笑う女の子だった。正直、 俺も t ちゃんのことが好きになっていた。この t ちゃん、村外れの一軒家に住んでいたんだけど、半径100メーターは一軒も家が建っていないような場所で、だいぶ打ち解けた男子が、なんでこんな場所に家建てたのって聞いたんだ。すると t ちゃんは、 お母さんがここに住まないと悪いことが起こるからって言ってた。と答えた。どうやら t ちゃんのお母さんもすごい力を持っているようだ。その頃、俺んち借家だったんだけど、家を建てる計画が出ていて土地を探していたんだ。 で、小学生の俺は、T ちゃんちの近くに住みたいとか思っちゃったわけで、村外れに空き地があるよ、とか母に助言して、T ちゃんちの家の近くに家を建てさせようとしたんだ。それで、母がその土地を調べてくれたんだけど、不思議なことに T ちゃんちの周辺は全て、 ケンが保有する土地だったそうだ。で、ケンに問い合わせてみたら、あの土地を売る気はないと断られたそうだ。ケンの保有する土地に、ティーちゃんちのみの一軒。あの頃はダメなんだ、くらいにしか思わなかったが、今考えるとおかしな話だ。 この一件を翌日 T ちゃんに話したら笑いながら、それはそうだろうね。ダメだよあそこに住もうとか考えたら、って言われた。正直聞くまでもなく何かしらあるんだろうとは思っていたけど、こんなことになるとは夢にも思わなかった。 t ちゃんのことが好きな男子が皆で t ちゃんちに遊びに行きたいと申し出たのだ。すると t ちゃんは普段見せたことのないような顔で、危ないから絶対ダメと断った。しかし、どうしても行きたい俺含む男子たちは、勝手に t ちゃんちに隠れて行っちゃおう。 ということになり、学校帰りに皆で向かったんだ。最初に驚いたのは、T ちゃん家を中心に大きくトゲトゲのついた金網が張り巡らされ、T ちゃん家へ向かう道以外、侵入経路が断たれていたということ。ーチャンに隠れて家に行くのが目的だった俺たちは、 道以外の場所から入ろうということになり、金網をよじ登って T ちゃん家の裏側に回り込むよう T ちゃん家へと向かった。地面は土に小石がたくさん混ざったような感じで草一本生えていなかったのが印象に残ってる。多分ちょうど金網と t ちゃんちの真ん中くらいまで歩いたとき、一緒に来た男子の一人が悲鳴を上げながら走り出した。それにつられるよう、俺も含め全員、その男子の後を追う。金網で傷だらけになりながら、登って学校まで逃げた。最初に逃げ出した男子に、 どうしたのかを聞くと黒い霧みたいなものが俺たちを包み込もうとしていたらしい結局その霧を見たのは一人だけだったがその男子は俺たちの中では一番頭が良く嘘を言うようなやつじゃなかったまあそれ以前に t ちゃんに危ないと言われていたので 疑う理由もないわけだが次の日学校で t ちゃんに話そうとしたんだけど俺らが話す前にすごい剣幕で t ちゃんが怒り出した何してんのよ初めて見る t ちゃんの怒った顔 その後、t ちゃんに言われるがまま授業を受けず t ちゃんちの方面に引っ張っていかれた。金網から200メーターくらい手前で立ち止まり、ここで待つように言われる。それから1時間半くらい待ったと思う。一人の女性が来た。 t ちゃんのお母さんだった。俺たちを見るなり、本当にごめんなさいね。大丈夫だからね。と、すごく不安になるようなことを言い出した。そのまま t ちゃんのお母さんと t ちゃんちへと向かう。 家の壁にはお札みたいな楕円形の紙がたくさん貼ってあった。家に入ると白い衣装を着た T ちゃんが正座していた。T ちゃんのお母さんは家に着くなり T ちゃんに向かって思いっきりビンタをして。あんた、何したかわかってんのと。 土星をあげた。t ちゃんは鼻血を出しながらお母さんに、ごめんなさい、ごめんなさい、と泣きながら謝っている。私じゃなくて、この子たちに謝りなさい。と t のお母さんがそう言って、俺たちに何度も t ちゃんが、 ごめんね、ごめんね。と、繰り返した。幼心ながら、状況わかんないし、悪いのは俺たちだし、大好きな T ちゃんが鼻血を出しながら謝ってんのに待機ですみん皆大声出して泣いてしまった。そして、T のお母さんは、どこかに電話を入れる。 俺たちには聞こえない位置だったから何を話してるのかまではわからない。その後、俺たち全員の家と学校に電話を入れ、俺たち全員の母親と兄弟のいる人はその兄弟も呼ばれた。一時間ぐらいで皆が揃った。どうやら県庁からも、 連絡が行ったことを後から知る。その後、もう一時間くらい経った頃、t ちゃんと同じような服を着た20歳手前に見える女の人が到着した。その女の人が俺たちを見るなり、だいぶ持っていかれてますね。急ぎましょう。と言った。 もう何が何だか分からず、泣くしかなかった。俺のお母さんも泣いていたし、怖くて仕方なかったのを覚えてる。多分、お祓いだったんだと思うけど、テレビで見るお祓いとは全く違っていた。一言も喋んないし、正座したまま、目をつむって動かない。 でもその間俺は意識が朦朧として耳の奥というか頭の中心からうなり声みたいな声が聞こえていた。やがてそのうなり声がだんだんと大きくなっていき、最終的には聞こえなくなった。時間にして十分くらいだと思う。 t のお母さんは、とりあえずこれで大丈夫ですが、お母さんたちは残ってください。と言われ、俺たちは午後からの授業を受けに t ちゃんと学校へ戻った。先生には事情が伝わっていたらしく、大変だったな、と慰められたのを覚えてる。 その次の日から、t ちゃんは人が変わってしまったかのように暗く無口になってしまった。俺たちが話しかけても無視され、笑顔を見ることは一切なかった。そして、三ヶ月後、先生から転校したことを告げられる。俺たちは、 自分たちが t ちゃんをあんな風にしてしまった、とずっと後悔の日々だった。ということで、小学校三年生の時の話はこれでおしまい。実はこれを書いた理由は昨日 t ちゃんに25年ぶりに会ったからなんです。 俺の母と元 T ちゃん家に行ったんです。母の話だと2011年の4月から5月の間、もう一度集まるよう言われていたそうです。そしてそこでいろいろと謎が解けました。ここからはその話。 去年の秋だったと思う。母から電話があって、4月4日、実家に来い、とのこと。4月5日は会社に休みをもらうよう言われた。詳細は全く聞かされなかった。4月4日、仕事が終わった後、 二時間半かけて実家に帰宅。豪華な夕飯を出されたが、なぜ帰って来いと言ったのかは教えてくれなかった。そうして次の日、四月五日。朝四時半に叩き起こされる。出かけるから着替えろとのこと。 実は帰宅した際、駅で小学3年生の時の友人と会っていたので、なんとなく予想はしていたが、確信に変わった。向かった先は、やはり T ちゃんち。しかし現地に到着して、びっくりした。金網だった場所は、高さ3メーター以上はあろうかという、 ネズミ返しがついた塀になっており、その上にはトゲトゲのついた鉄線が張ってあった。刑務所の壁みたいな構造だ。嘘か本当か高電圧注意の看板までついてる。ちなみにあの事件以来、この場所に近づくことは禁止されていた。 まあ禁止されていなくても近づかなかっただろうけど。道沿いに歩いていくと、鉄でできた門があり、入り口にリクルートスーツの男性が立っていた。母が名前を名乗って身分証明書を求められる。本人確認が終わると鍵を開け、 中にどうぞと案内された。俺の予想ではこの塀の真ん中にティーちゃんちがあるもんだとばかり思っていたが塀の中には全く何もない。例の土に小石が混ざったような地面があるだけだった。そこに三人の女性が記憶にある 白い服を着て立っていた。〇〇くん。俺の名前が呼ばれた。一目見てわかった。T ちゃんだ。俺はどうしても謝りたくて、真っ先に T ちゃんに向かって泣きながら土下座した。 その後十分もしないうちにあの時のメンバーが揃いやはり皆考えることは同じようで真っ先に謝りに行っていた土下座までしていたのは俺だけだったが何より嬉しかったのは t ちゃんが昔のように明るくいてくれたことだったそしてまず自己紹介がされた 三人の女性は T のお母さん T ちゃん二十五年前にお払いをしてくれた女性の三人だった三人とも世間で言う使命ではなく何かすごい長い名前改名みたいな名前で自己紹介をしていました呼ばれた理由はこの土地の解放と 俺たちの守護霊の供養。どういうことかというと、この塀で囲まれた場所には、人役と呼ばれる土地に救う者がいました。自爆霊の上位版とでも言いましょうか。その場所に足を踏み入れた者に不幸というか、ぶっちゃけ死んだり、神隠しにあったりさせる、 凶悪な奴ららしいです。人役を無に返すには、半年近く、人役専門のお祓い師を置かなければいけないそうです。今回は、県からの依頼で、T のお母さんがその役に選ばれた。実際に、人役が無に返るのは25年後。 その間にまた犠牲者が出るとそこからまた25年後になるそうです。本来であれば人間の第六感で無意識に近づかないようにするそうなんですが意識してそこに行こうとする気持ちが強い場合それを跳ねのけてしまうそうです。俺たちの場合は多分全員 t ちゃんのことが好きだっただろうから、それで押しのけてしまったんだと思う。ただ、黒い霧を見たというのは幻覚だったみたいです。人役は目を通して見ることができないそうなので、第六感か守護霊による警敵と恐怖心から来るものだそう。 ことの発端は、この頃土地開発が進んでいて、その場所にも住宅街ができる予定だった。最初は平らな土地ではなく、起伏の激しい森林だったそうだが、それを切り崩して土地を鳴らしてできた場所だったんだけど、その作業中、行方不明者が二人出た。よく見ると、 古墳のような人工的な出っ張りがあったんだけど、それも一緒に鳴らしてしまったみたいで、それを裏の役人が聞いて、人役の可能性を示唆。剣が買い取りを決め、お払いを始めたそうです。これが驚いたんですが、俺たちの守護霊というべきものは、俺たちの代わりに人役に持っていかれたそうです。 本来ならば、俺たちが消されていたところを守護霊を代わりに捧げる形にしたのが二十五年前のお祓いだったようです。まず、土地の解放。白装束の三人が地面に座り、足を広げ、黙祷する。そうすると表現しづらいんだけど、 空気が変わるというか、人脈が消滅していくのがなんとなくわかる。次に、主語の供養。これは前に見た、星座で黙祷の状態。供養が終われば、自然と新しい主語が生まれるそうです。というか、 今まで守護霊なしでいたことが怖かった。と、これで全て終了ですが、最後にちょっと小言を。t ちゃんの態度が変わったのは、俺たちが t ちゃんを好きでいたことがバレたからでした。同じことが起きないよう、誰とも会話をせず、 交流を絶ったそうです。正直、t ちゃんのこと好きなのバレたのが一番きつかった。恥ずかしすぎる。 小学5年生の時、一泊二日で林間学校へ行くことになった。泊りがけの行事は初めてだったから、しおりを作ったり、キャンプファイヤーの計画したり、クラスの皆はすごく楽しみにしてた。林間学校当日、学校を出発して電車に乗り、 皆席で友達とトランプしたり、おしゃべりしたり、結構ワイワイやってた。一方私は何の用事か忘れちゃったんだけど、たまたま先生に聞きたいことがあって、質問とかをしていたんだ。質問が終わって、自分の席に戻ろうとしたら、先生が、私たちが臨館学校に行くところはね、 昔、事件があったみたいよ。とか言い出した。いきなりでビビったんだけど、私は結構、オカルト話とかに興味あったから、先生に続きをねだって聞いてみた。なんでも、私たちの泊まるところは、普通にいろんな人が泊まれる民宿 みたいなところで、昔男女のカップルが泊まりに来た。でもそのカップルは自分たちの両親に結婚を反対されていて、駆け落ちしてその民宿に来た。二人は、どうせ結婚できないんなら、とか思い、208号室で薬を大量に飲んで自殺。 苦しみながら死んだらしく、夜になると爪で壁を引っかく音やうめき声が聞こえてくるらしい。先生は、まあ冗談かもしれないけどね。って笑っていたけど、話がリアルすぎるし、正直帰りたかった。ちなみに、 その話誰から聞いたんですかって聞いても教えてくれなかった。その話が本当だったらどうしよう。という不安を抱えながらもその民宿に着いた。その民宿はだいぶ駅から離れた山奥みたいなところにあって、一応目の前には道路があったんだけど、 一台の車も走ってないし、人もいない。そして外に街灯もないようなところだった。一応その付近は温泉地らしく、近くに硫黄の濁った池があった。さっきの話が頭の中でループしちゃって、全然楽しめる感じじゃなかったけど、 楽しまなきゃ損。だと思い、無理に元気出してた。ちなみに私が泊まった部屋は、一番奥の角部屋の211号室だった。一部屋、四人で泊まる。話の部屋は、確か、208号室だったよね。と思い、 友達と一緒に中を探検。だが、ない。208号室がなかった。いや、208号室だけがない。207、209、210のように部屋番号が飛んでる。この時点で、 軽く友達とパニックだった。とりあえず早く外に行きたかったから、急いで荷物を部屋に置いた。そしたら、同じ部屋の子が、なんか私たちの部屋だけ掛け軸みたいなやつ、ない。と聞いてきた。確かに、他の部屋にはなかったはず。 この時、ふと、いわく月の部屋って、こういうやつの裏に、お札みたいなのを貼ってあるんだよね。って思い、ドキドキしながらめくると、ありました。お札みたいなやつが、古ぼけて、なんて書いてあるのかわかりませんが、 他にもクローゼットみたいなやつの上に屋根裏部屋みたいなものがあったり、その時部屋のみんなが、もしかしてこの部屋が208号室だったんじゃないと思っていたっぽいです。屋根裏部屋も他の部屋にはなかったっぽいし、それで急いで先生のところに行き、 私たちの部屋変なんです。って訴えたんだけど、姉は冗談だから大丈夫よ。とか馬鹿なこと言っていたから、もうしょうがないと思い部屋に戻った。この日はこの後、外に行く予定だったから、なんとか大丈夫だった。夜、 キャンプファイヤーがあった。みんなで歌やら、ダンスやらで楽しくて、例の話なんて忘れていた。でもそのさなか、一人の子が泣き出した。泣き出した子は、いわゆる、見える子だった。どうしたの大丈夫そこの木。 え、木がどうかしたいるの。木の影に隠れて、こっちを見てる女の子が、白いワンピース着て笑ってる。最初からここ来た時嫌だと思って泊まりたくなかった。こんなことになるなら休めばよかった。と、その子をとにかく錯乱して、泣き崩れていたから、医務室に運んだんだけど、 その後みんな青ざめていた。キャンプファイヤーも終わって、あとは寝るだけになった。最初は、夜絶対なんか起こるよ。って、同室の子たちは怖がっていたけど、疲れもあったからか、みんな割と早く眠れたみたいだった。 その夜起きた怖いことと言っても、途中一番端で寝ていた子が誰もいない壁の方から息吹きかけられたみたいで、今耳に息吹きかけられたっていうことくらいしかなかった。そして次の日の朝、怖いこともあったけど、 今日で終わりか。なんてほのぼのしていたら何やら廊下が騒がしい。特に騒いでる男子2名に騒いでる理由を尋ねてみた。昨日の夜トイレに行きたくなって目が覚めたんだ。で、こいつもトイレ行くって言うから僕が先に入って B には前で待っててもらったんだ。 それで俺、A のトイレ待ってたんだよ。そんで暇だから、ドアの方見てたらさ、ひた、ひたって、音するんだ。気味悪いけど、じーっと見てたら、だんだん音近づいてきて、ドアの隙間からそっと見たら、白い着物着た、髪の長い女が、廊下歩いてんだよ。深夜に。 しかも浴衣ならまだしも白い着物って、目が合ったらどうなってたか。二人は嘘つくような子じゃなかったし、本当に顔が青ざめていたから、聞いてるこっちもゾーッとした。自分は怖い目にはあってはいないけど、やっぱりこの民宿は来るんじゃなかったと思った。 それから私たちが六年生になって五年生の子たちに、林間学校の時はあそこは気をつけた方がいいよって言ったけど多分あの民宿に泊まったのは後にも先にも私たちの学年だけっぽいです。なんでだろう はい、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。えー、今回は3つのお話を読ませていただきました。最初のお話は予知夢に関するお話でしたね。いや、非常に興味深かったです。予知夢っていうものは僕自身は見たことありませんね。皆さんはどうですかまあ、A 君が実際にその未来に なんだろうでもこれ予知夢っていうよりかは実際にその未来に行ってる感じがしますよね。まあ寝てる時にタイムスリップしてるみたいなそういう感じなんでしょうかね。だって、まあ、実際にそのなんだろうね未来であの家が火事になりますっていうのを、えー、実際にその夢の中でまあ見に行ったっていうことなんでしょうかね。そうした時になんかその えー、火傷けどってしまったっていうことだったので、えー、なんか、まあ、だから夢ではないのかなっていう感じですよね。ってことは、その、霊体とか、そういうなんだろう、魂だけが未来に行くっていうことではなくて、実際にその、自分の実体もそのまま未来に行って帰ってきたっていう感じなんでしょうかね。 でもその体も込みでその未来に行ってないって考えた場合は、なんだろう、その映画、マトリックスでもありましたけど、その、なんつうんだろうね、その、あの、マトリックスではその、ま、頭にこのプラグみたいなのをつないでさ、で、電脳世界っていうのかな、そういうところに行って、で、ま、あその精神っていうか、 まあ、その精神だけはその電脳世界に行ってるんだけど、でもその電脳世界で体験したことは全部その実体にも反映されるっていうので、だからその世界で例えば、あ,あの、パンチを食らったら、その実体にもそのパンチが食らったように、その、えー、体が認識してしまって実際にその血が出てくるみたいな、まあ実体にそのダメージが そのまま、あの、伝わってくるみたいな、まあ、そういう描写がありましたけども、そういうことで考えるならば、ならば、その霊体だけが、まあ、未来に行って、えー、で、その火事の現場で火傷をしてしまった時に、その、えー、まあ、過去ですよね。過去にいるその実態に、その影響が出てしまったとか、まあ、そうやって考えることも可能なんですかね。まあ、ちょっとわかんないですけど、 まあでも、マトリックスって、まあその、映画なんでね、まあフィクションなんで、まあ、ね、どう、どうなんだろうっていうところなんですけど、それと比較するのもどうなんだろうっていうところになるんですけど、まあでもそういうこともちょっと考えられるのかなって思いました。ねえ、どの、どれくらい先の未来まで、ねえ、その、見れたんでしょうね、A 君はね。うーん。 で、果たして A 君はその最後に何を見てしまったのかっていうところですよね。なんかもう火事とかそういうレベルではないですよね。うん、なんかその火事現場を同じように見に行ってしまったっていうことだったら、まあ黒焦げもちょっと不気味ですけどまあ黒焦げはまだ考えられますが、それ一瞬でその炭になるっていう、 のがちょっと不気味すすぎますよね、うん、どんだけの火力でやっても人間ってそんな炭になるぐらい燃やすとなると、まあ、相当なあの温度がいると思うのでだからその前に見た一軒家の火事レベルではなくて本当にその地球があのなんだろう地球になんかこの太陽があの落っこちてきたとか 隕石が落ちててきたたたレベルのの何かかを見てしまっな、なみいでそこで実体がいったのか魂がだけがいったのか分かりませんが、まあ、そういうので、えー、もうめちゃくちゃ先の未来を見てしまってそうなってしまったみたいな、まあ、そういうことなのかなとも、えー、考えられましたまあ地球の最後の日を見たみたいなね えー、そして2話目は人役というお話でしたね。これもまた怖いお話でしたね。自爆霊の上位版とかがいるんですね。うん、初めて聞きましたけども。いやね、僕、過去に何回も言ってるんですけども、一回その、あの、西日本の方にね、あの、一人旅をしたことがありまして、で、その時に長崎の、えー、駅で、 えっと、とあるね、あの、姉妹の方とお会いしたことがあって、年はそうですね、もう50代とか60代ぐらいのお二人だったと思うんですけども、まあ、普段から僕の動画、あの、聞いてくださってるということで、えー、それで、あの、あ、じゃせっかくなので、で今長崎駅にいますとか、まあ当時そのツイッターでその位置情報とかをお知らせしてて、で、そのツイッターを見たその姉妹の 方々が、あの、来てくださって、で、長崎駅で、えー、少しですね、喫茶店で、あの、お話しさせていただいたんですけども、その時に聞いたお話がね、このちょっと人役、今回のお話に通ずるものがね、ちょっとあるなって思ったんですよね。で、ちょっとそのお話の概要をお話すお話しすると、その姉妹の方の妹さん え、かなの、息子さんのお嫁さんが、その、今回でいう人役になってるみたいな、そういう感じのお話だったんですよ。もう本当にその、まあ、そのお嫁さん自身が、いろいろとこう、やらかしてというか <laughs>、なんて言ったらいいんでしょうね。その、浮気とか、ま、あそういう関係のお話だったと思うんですけど、 ちょっとうろ覚えなんですよ。本当は会ってなかったら申し訳ないんですけど、そういうことばっかりするから、その、まあ、夫の方がですね、まあ、別れるっていう話になって、で、その奥さんがね、その当時マンションに住んでいたらしいんですけども、そこから、えっと、飛び降り自殺をして、えー、それから怨念のこの塊みたいな、えー、霊体になってしまって、で、その怨念が凄す,すぎて、あらゆるその、 その土地のその怨念っていうのかな。そういうものをこう集め、集めるっていうか寄ってくるようになって、その霊体に。で、とてつもないその集合体みたいなのになって、えー、その土地にその、まあ今回お話読ませていただいた人役みたいな感じですよね。そんな感じで、えー、土地にいるみたいな。その土地に、あの、まだその、 集合,体集合体となって、そこに存在してるみたいな。で、こう、あらゆる悪さをしてきて、で、その、妹さんがね、その時、眼体してたんですよね。で、その眼体してたのも、これもその、えー、あの、幽霊の影響だっていうことで、えー、お話を聞かせていただいたんですけどもね。まあ、お話の概要的にはそういう感じなんですけども、 えー、もう本当にすごく簡単に喋るとね、そんな感じで。で、で、そのお話が終わって、で、最後に、えー、じゃあ今度またお会いできた時に、まあ何年後かわかりませんが、お話できたらぜひお話しさせてくださいって、向こうの方が言ってきてくださって、あ、ぜひぜひっていう話で、えー、でもその時私たちはもうこの世にいないかもしれませんっていう、 話をしてたんですよね。で、あれからもう数年経ったんですけども、えー、ちょっとね、連絡が取れないというか、その連絡先もどこだったかもうちょっと覚えてなくて、うん、無事だったらいいんだけどっていう感じなんですよね。今ずっとそれがすごいもやもやしてて、連絡がもうないから、 ひょっとしたらっていう、やっぱその言葉通りになっちゃってんのかな、みたいな、そういう怖さもあるし、うん、だから、もう一度お話をね、もしまだご存命だったら、あの、もう一度お話を聞かせていただきたいなっていう気持ちなんですけども、うんどうなのかなっていうのを、えー、今回のお話読ませていただいて、 その長崎で聞いたお話をまた思い出させていただきましたけどもね、本当にあの無事であればあの連絡あのお待ちしておりますのでね、本当にそれだけでもちょっとお聞きしたいなっていう無事かどうかっていうだけでもうん、聞きたいなって思いますねなんかね、もうめちゃくちゃお話聞いててすごいもう人生で一番鳥肌立ったかもしれない 本当になんかその、なんだろう、邪悪っていうかね、うん、そういうお話だったんですよ。うん、はい、えー、そして最後は、えー、林間学校のお話でしたね。これ先生ね、もう本当に一言言わせていただきたいのが、先生そんななんかそのリアルな、 あの、感じのお話を小学生に言っていいのかなっていう <laughs> ところですよね、うん。それが事実であったとしても、なんかその薬飲んで自殺しましたみたいな、そういう話はしていいのかなどうかなっていうなんか <laughs>、今の時代だったらちょっと考えられないようなお話でしたね。うん、そりゃ怖がるだろうっていうね。はい。えー、ということで、えー、今回のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。 読ませていただきありがとうございましたはいえー、そんなわけで今回もここまで動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございましたこの動画が少しでもいいと思った方は評価そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたしますいつも本当にありがとうございますそしてこの動画の概要欄には今回お話を読ませていただいた斉藤様の URL えー、そして普段お世話になってるサイト様の URL、えー。そして僕の LINE、TikTok、インスタ、Twitter、スレッツスタンド FM の URL、えーえー、が貼ってありますので、よければぜひチェックしてみてください。はい。ではまた次のお話でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。